ロイヤルダノはアメリカ合衆国の俳優。ロイヤルダーノとの表記もある。1922年ニューヨークに生まれる。母親はアイルランド系の移民で、父親は新聞社の印刷技師として務めていた。第二次世界大戦中はアメリカ陸軍に従軍した。1949年にテレビシリーズライツアウトへ出演して俳優デビュー。 1950年にはアンダーカバーガールで映画デビューを果たし、1950年代から活発にキャリアを構築させ、数々のテレビドラマや映画に出演。1955年にはアルフレッド・ヒッチコック監督のハリーの災難へも顔を見せている。1964年にはニューヨーク・万国博覧会に出品されたウォルト・ディズニーによるアトラクション。 グレートモーメンツウィズミスターリンカーンのエイブラハム・リンカーンの声を担当。万博が終了した1965年に同アトラクションはディズニーランドへ移動され、ダノの声も2001年まで使用された。ちなみにダノの声は別にフロリダ州にあるランド内のマジック・キングダムでも流用され、1993年から2009年まで使用されている。晩年は 映画監督のデビット・リンチがプロデュースしたテレビドラマシリーズツインピークスにも2エピソードを出演した。1994年カリフォルニア州ロサンゼルスにて自動車事故に遭遇。相手方のドライバーと口論の最中に心臓発作に見舞われ死去した。71歳だった。ありがとうございます。